の超超作品46は、ロベルト・シューマンが1843年に作曲した楽曲。室内楽のバント、二大ピアノのバントがある。作品番号は、厳密に言うと2大ピアノ版の方にのみつけられている。当初、2大ピアノとチェロに、ホルン1という編成の室内楽曲として作曲された。一旦非公式の場でみ、そうされ、その評価を踏まえて、 2大ピアノ用の曲に改訂された。改訂時、当初の室内楽版の助奏部分、間奏部分、及び第10変装を割愛した。原曲の室内楽版では、チェロホルンが含まれているにもかかわらず、ほとんどの部分は、ピアノ手動で曲が進行する。これは、改訂時に2大ピアノ編成に変更された背景の一つにもなっていると思われる。 作品番号が付けられたのも改訂版に対してである。ただし、楽譜自体は、二大ピアノ版、室内楽版ともに古くから出版されている。二大ピアノ版は、この編成のために、シューマンが残した、唯一の楽曲でもある。二大ピアノ版は1843年に初演された。室内楽版は1843年に未そうされたが、公式な初演については不明。 ほとんどの箇所で2台のピアノが同じ旋律を模倣し繰り返しながら進行する。室内楽版においてもホルンとチェロは音響を添える役目に徹している場面が多い。しかしながら一部の変装ではホルンが主導的な役割を果たしている。改定時に割愛された感想部分ではチェロが主導的になっている。以下の順序で切れ目なく演奏される。助走、感想部。 第10編奏は室内楽版にのみ存在する。室内楽版は編成が特殊ではあるが、シューマンの音楽を特集した演奏会などでしばしば演奏される。CD としては、マルト・アルゲリッチを含む演奏家がシューマンの室内楽曲を連続的に演奏した演奏会のライブ CD が EMI から発売されているものが有名である。ありがとうございます。